です、はい、では本日は、溝口先生と桑田さんにここ全日空インターコンチネンタルホテルにお越しいただきました。このスペシャル対談の進行役を務めさせていただきます、私女優の中村貴と申します。よろしくお願いいたします。今日は怪我や病気で苦しんでいらっしゃる方へのメッセージというテーマで対談を進めさせていただきたいと思うんですけれども、平成のゴッドハンドとして知られる溝口先生と野球界のレジェンドである、桑田さんとこのお二人の対談ということで、私も昨日からもうなかなか眠れませんで、ちょっと、はい、興奮しております。楽しみです。では早速まず桑田さんに、はいはい、お伺いします。桑田さんは読売ジャイアンツのエースピッチャーを長らく務められて、はい、でその後はメジャーリーグのピッツバーグパイレーツで活躍されました、なかなかちょっと一言では語れないと思うんですけども、その現役時代を、振り返ってみまして、桑田さん自身野球というものを通じて、学んだことですとか得たものというのがどういうものだったのかというのと、そしてそのそれらのことを現在どのようにこう生かされていらっしゃるのかというのをお伺いできますか。はい、野球を通じてですね、さまざまなことを学ばせていただきました。当然野球は勝負の世界ですからね、勝負の厳しさとか、残酷さっていうのも味わいましたし、プレッシャーにね押しつぶされそうになってもう呼吸ができないようなそんな苦しみも味わいましたしね、まあ、当然優勝して本当にみんなと一緒に喜びを分かち合ったとか、あと技術屋ですんでね、努力の大切さとか技術力の大切さとか、そういったものも学びましたし、また団体スポーツだということでお互い協力し合うこととか助け合うこととか、まあ、また野球っていうのはもう礼儀に始まって礼儀に終わると言いますかね、挨拶の大切さとか礼儀の大切さっていうのも学びましたしね、本当に野球を通じてさまざまなことを学ばせていただいたと思いますね。はい、ありがとうございます。そして溝口先生、はい、溝口先生はアメリカ、ヨーロッパをはじめ世界各国で医療というものを学ばれて、2016年にはウサイン・ボルト選手が所属するチームのチームトレーナーとして、伝統ある陸上大会クイーンズ・グレース・ジャクソン・ミートでたくさんの選手を治療されました。そしてウサイン・ボルト選手や、世界各国の代表選手が出場した国際陸上レース大会の、レーサーズ・グランプリ2016では公認スポーツドクターとしてご活躍されまして、現在も多くのプロスポーツ選手をはじめ一般の患者さんも治療されていらっしゃいますけれども、先生はその医療というものに対してどのように常に向き合っておられますか。そうですね、やっぱり一番今考えていることは、まあ、当時は上手くなりたい、それだけだったんですね。もう他は何もなかったんですけれども、今は医療システムとかですね、今回本にも書くんですけれども、本当に今の医療に対して、困ってられる方、高齢者の方だとかスポーツ選手の方だとか、そういう老若男女問わず、果たして今の現状の医療システムがいいのかっていうことを考えた場合は、全くいいとは言えないんですね。やはり患者さんには目に見えない、例えばこの間の女子学生の問題もありましたよね、もうあれ最初から私書いてたんですけれども、来年の1月ということで、その文章を載っけようか載っけないかまだ迷ってるんですけれども、やはり、男女差別っていうのがあるんですね。で私の勤めてるところでもやはり女性をと私の下に持ってきたり、してるっていうのは過去も含めてですね、やはり女性ってガッツあるんですね。今の、男の子、昔の男の子じゃなくてですね、今の男の子と比較した時にやはり女性のガッツっていうのは捨てがたいし責任感も強いですし、どうしてこういう女子がね、スポーツ界も医療界も分け隔てなく
公平にジャッジして、活用しないのかっていうのがものすごくあったもんですから、なかなか、まあ、先般ニュースに出ましたけれども、その前に私書いてたんですね。本来こういうことを書くっていうことは、この業界の中ではご法度なことかもしれませんけど、誰かが言わないと、だっておかしいじゃないですか。あの試験も同じように受けてて、もう最初からもう男子の方が上だで、面接で、二次試験で必ず落とすシステム、これは私も分かります。あの女性スタッフを雇ってましてですね、今回、価格っていうね、まあ、うちの話ですけど、ちっちゃい会社ながらでもちゃんと給料は満額出したし、書類も出したし、心置きなく育児休暇を与えて、しっかり、育児っていうものに、勤めてもらって、で、今月の15日から復帰しますけれども、やはりそういうシステムができてないんですよね。女性を活用するっていうか、口では言ってますよ。政治の世界でも自治体でも言ってますけれども、それはまだ待機児童しかり、ほとんどそういう全てにおいて、やはり女性が並みっていうのが多いんですよね。ですからそういう医療 の、 その働く環境を良くしたいということと、あるいはもう一つは先ほど冒頭に言いましたけれども、もう皆さんも、ね、経験されていると思うんですけど、もう検査だけやってその他の治療はしないですよね。大手の整形外科の今、経理の先生といろいろやってるんですけど、整形外科の先生とやってるんですけど、ちゃんと僕も言います。どうして検査だけですかと、治療はなぜやらないんですか。まだ治療する時間もないし、患者さんの数が多いっていうのも十分わかるんですけども、患者さんはそれは望んでないんですね。ちゃんと検査してもらって、その後にその検査の内容を聞いた上で、どういうプログラムを組んで治療して最後の完治まで持っていってもらえるかっていうのを、特に高齢者の方は思ってるんですけども、もうこれはほとんどやられてません。放置状態ですよね。こういうことを少しでも、まあ、今回の本とか私の活動で分かっていただいて、一人でも多くの医療従事者がそういう本当に患者さんのために治療をやるっていうふうに持っていけたらなと思ってます。そういう気持ちですね。はい、今はもう自分のためとかいうのは正直最初は上手くなりたいということでしたけど、今はあんまりないです。もうそういうことだけですね。はい。